LINE や Instagram といった SNS のやり取りを通じて相手を信用させ、投資への興味や恋愛感情を抱かせてお金を振り込ませる詐欺、 SNS 型の投資詐欺、ロマンス詐欺の被害防止を訴えるために浅南警察署が制作した動画です。おととい広島県警が X に投稿したばかりですが、シュールな空気感が話題を呼び、今日午後2時ごろの段階で390万回以上閲覧され、4万件のいいねがついています。道場で撮ったりもしたんですけど、道場だと今度はインパクトなさすぎて、じゃあちょっと光入れてみようか、なんかいろいろやってたら、結果的になんかすごい変わった動画に なりました。踊っているのは浅南署の警察官5人。被害防止を訴える歌は子どもの声の方が耳に残りやすいと、浅南区にある梅林四つ葉保育園の園児が歌いました。ありがとうございます。昨日は歌った園児たちおよそ40人に感謝状が贈られました。はい、チーズ。めったとないことなのですごい嬉しいですし、なんか子どもたちもノリノリで歌ってくれたので、すごいいい機会なんじゃないかなと思います。浅南署の管内では今年に入ってから8月末の段階で SNS 型投資詐欺、ロマンス詐欺が10件発生、被害額はおよそ1億2000万円に上っています。一人でも多くの方にですね、この動画を見ていただいてですね、詐欺の被害に引っかからないようにですね、気をつけていただければと思っております。動画は広島県警の公式 X などに投稿されているほか、今後は浅南区役所やイオンモール広島祇園のデジタルサイネージでも放映される予定です。はい、すごいインパクトですよね。そうですよね、何のことだろうと思ってついついやっぱ見ちゃいますよね。あと子供に言われるとやっぱりなんかドキッとする。そうですね、というか家帰って我が子が会いたい、結婚、金送れって歌ってたら、いやいや、ちょっとびっくりしちゃいますよね。すけど、はい、でもこれ真面目にやると固くならないようをちょっとこうやって工夫した結果バズったんじゃないかということなんですね、井上さん。そうですね、やっぱりちょっと楽しく一瞬は目を引くので見てみようかなという意見確かになりますよね。上手だなと思いますね。でも訴えているメッセージは本当に深刻なものでして、今回動画で注意を訴えています。SNS 型の投資詐欺、ロマンス詐欺なんですが、これまで電話で行われていたオレオレ詐欺などの特殊詐欺とは少し違う点があるんです。こちらは SNS 型詐欺の被害者の年齢層分布です。オレオレ詐欺などの特殊詐欺はですね、高齢者をターゲットするものが多かったのに対し、 SNS 型の詐欺では40代から60代の人が多く被害に遭ってるんですね。そうですね、僕なんかまさにここに該当しているし、友人にはやっぱ比較的近い状況になった人がやっぱいるんですよね。あ、そうですか。 SNS でこれ詐欺じゃないかって、こっちから気づいてあげるような感じだったんですけど、なのでこれは誰かの問題というよりは自分、 SNS を使ってる自分はかかりうるかもしれないと思っとかなきゃダメですね。自分は大丈夫と思っていてもね、言葉巧みにみたいなところがありますからね。そうなんですよね、気がついたらって終わるでしょうからね。なのでおかしいなと思ったら誰かに相談したりとかね、この子どもたちの歌声もね、思い出してもらえたらなと思います。